はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。今日はですね、ベスコスを紹介していくんですけど、あのメイクだけじゃなくてコスメだけじゃなくてスキンケアからちょっと紹介していこうかなと思います。でスキンケアですね、一番最初に紹介するのがこちらです。ランコムのジェネフィックっていう美容液なんですけど、ブースター美容液に当たると思います。化粧水をつける前につけてるんですけど、なんでこれが、まあ、入ってくるかっていうと、もう結構何本もリピートしてて、僕はこれを使うと絶対肌の調子が良くなるんですよ、僕の場合。なんでこれはベスコスというか、もう僕の中では正直美容液部門殿堂入りですね。なのでこれは紹介したいなと思って入れました。こんな感じでスポイトタイプになってて、開けたら1回分の収量が取れるようになってます。でこう閉めると、ここ最初出てると思うんですけど、閉めると聞こえるかな、カチッってなってこれが下がるんですけど、そうすると自動的にこの1回分の収量が吸い上げられるようになってるっていう感じですね。で今日まだスキンケアしてないんで、スキンケアからしていきたいと思います。手のひらに伸ばしていきます。でやっぱりこれを使い始めてからだいぶ肌の調子良くなったので、赤みとかはまだ全然あるんですけど、そのニキビ治療も始めたっていうのもあるけど、なんだろう、キメが整う感じ、肌が滑らかになる感じとかはやっぱ全然違うので、あと翌日の肌の柔らかさとかはもう全然違います。あとなんだろう、その回復が早くなる感じはありますね。バリア機能が整ってるのかわかんないけど。そしたら日焼け止めですね。日焼け止めはこちらです。ビオレ UV アスリズムのミルク顔からだよですね。これ僕こっちも持ってるんですけど、こっちは乳液タイプでずっとこれ使ってたんですけど、これも買ってみたら、テクスチャーはこれがやっぱサラッとしてるので、まあ、使いやすいのと、これを下地にしても結構崩れにくいでベタつかないので、僕はこれが結構好きで使ってます。こっちは特に乾燥がひどい時とか、乳液を使いたくない時っていうか、もう本当に手短に済ませたい時はこれを乳液代わりにして、その後、まあ、下地つけたり、そのお粉つけたりみたいな感じで使い分けてます。今日はこっちでやっていきます。本当にサラッとしてて、もう結構垂れるぐらい手のひらに伸ばして。日焼け止めとか下地って擦ると本来の力を発揮してくれないらしいんで、できるだけムラが残らないようにしっかりとこう押さえていくのがいいらしいです。そしたら下地つけていきます。下地はもうこれはもうずっと変わってないんですけど、プリマビスタですね。これを使っていきます。ちょっとピンクがかった乳白色、ちょっとライトで飛んで見えるかわかんないけどっていう感じで、もうこれつけた瞬間からサラッと感がわかるので、なんかメンズメイクとかで下手にカバーするよりも、ただテカリ抑えたいとか、こうマットに保ちたい、サラサラにしておきたいっていう人は、まあ今までのこのスキンケア下地プラスもうお粉だけで全然いいのかなって思います。なんかその方が下手に塗ってる感もないし、なんか失敗する、色選び失敗するとかっていうのもないので、初めてこうメンズメイクしてみたいとかっていう人はそれからでも全然いいのかなって思います。じゃあファンデーション、ファンデーション部門はこちらです。もう今はちょっと撤退してしまって、海外からのオンラインでしかちょっと買えないので、どうしようかなとも思ったんですけど、まあ、値段だったりとかトレンドを踏まえるとこれかなと思って選びました。ボーントゥーグローナチュラリーラディアントファンデーションっていうファンデーションなんですけど、まあ、ツヤが出てある程度カバー力もあって、なおかつ、まあ、崩れにくさもある程度あってっていうのが、まあ、僕の中では一番選ぶ上で大きな要因だったんで、まあ、マスクをつける上では多少ね、お粉をしっかりめにつけて、マットっぽく仕上げておかないと逆にちょっと崩れやすさにつながっちゃうんですけど、スポンジでつけるとどうしてもちょっとシアーな仕上がりにはなってくるんですけど、重ねてつけることもできるので、逆にナチュラルな仕上がりが好きな人とかは薄く伸ばしてでもいいかなっていうふうに思います。これだけでもね、ある程度赤みがカバーできるので、こういう大きいニキビ跡とか赤くなってるのはどうしても重ね付けしたりコンシーラーしたりっていうのが必要だと思うんですけど、このツヤ感わかるかなと思います。普段僕が動画で使ってるスタジオフィックスっていう最近使ってるファンデーションあるんですけど、それに比べるとだいぶこの光の反射の仕方が強いのわかるかなと思います。はい、じゃあそしたらちょっと重ね付けしていきます。はい、ファンデーションまでこんな感じの仕上がりです。こっちはね、あんまり大きい肌荒れがなくて赤みがちょっとあるだけなので、
赤身ぐらいだったらこのファンデだけで結構隠れます。逆にここだとこの辺ちょっと大きい肌荒れとかはカバーしきれてはないんですけど、まあ、ある程度っていう感じでカバーしてます僕は。そしたらお粉ですね。お粉はこちらです。こちら NYX の HD パウダー。これはこのメイクアップフォーエバーのパウダーとすっごい似てるんですよ。似てるけどこれがまあ5000円近いですね。でこっちが1500円ぐらいだと思うんですけど、高くて、まあ、これも同じようにルックファンタスティックさんっていう、まあ、海外のオンラインを通してじゃないと今はちょっと買えないんですけど、まあ、値段を考えるとだいぶコスパがいいので、まあ、5000円を買うか1500円を買うかっていう点で、まあ、値段で僕はもうこっちにしました。まあ、こっちもね、すっごい店舗が多いわけではないと思うんですよ、日本国内に。こっちも結局オンラインになっちゃうと思うんで、地方の方だと、まあ、沖縄もないし、なんでどうせオンライン使うのであれば全然こっちの方が安いからこれでいいかなと思ってこっちにしました。でパウダーでセットしていきます。めっちゃ待ってる。個人的にはプレストタイプのパウダーよりもルースパウダーの方が僕は好きで、基本外でお直しっていうのを僕はしないし、プレストだとなんかパウダーがなんだろう、取れる量に限りがあるというか、ルースパウダーだと結構ガッツリドンって取れるので、しっかりとブラシに含ませてしっかりと肌にのせていく、抑えるっていうのが僕は結構好きです。一時的にすごいマットにはなってしまうんですけど、時間が経ってくるとこのファンデーションとこの皮脂とか肌の皮脂とか表面の水分がうまく馴染んできて綺麗になってくるので、時間が経っても綺麗な仕上がりっていうのは嬉しい点かなと思います。はい、じゃあ眉毛描いていきたいと思います。で眉毛部門ペンシルのベスコスはこちらです。ユアグラムのスリムスケッチアイブロウペンシル。もうやっぱり描きやすさとコスパが最強なんで、描きやすさと発色コスパ踏まえてもうこれをずっと買いたいなって思うぐらい良かったです。消耗品なんでアイブロウって、僕特に結構アイブロウ減るの早いんですよ、がっつり描くから。他のいろんなものも今まで結構ね動画の中では使ってたけど、まあもちろん他のものもいいんですけど、それと同じぐらいの働きを100円でしてくれるのであればこれでいいやってなる。はい、ペンシルで描けました。こんな感じです。そしたら眉マスカラも同じくユアグラムですね。こちらです。まあ色合わせて買ったっていうのと、これも100円だったかな。本当は今の髪色だったらもっと明るくしたいんですけど、買う色を間違えたね。まあ欲を言えば、そのなんだ、コームの形というか、なんだろうな、その普通にドラッグストアで売ってる、僕が普段使ってるあのヘビーローテーションとかだと結構がっつりこう下というか根元中の方まで入ってくれるんですけど、これだとそれがねちょっと難しいというか、結構がっつりこう入れ込まないと入ってくれない感はあるので、もうそこぐらいかな、気になる点で言えば。それ以外は普通にもう発色もするし、この前の毛流れもキープしてくれるので全然これで足ります。そしたらコンシーラーですね。コンシーラーはこちら、ザセムのチップコンシーラーなんですけど、これはもともと商品をあのザセムの方からいただいて、前から持ってたものをプラス、まあ、いくつか送っていただいて使ってるんですけど、僕基本コンシーラー眉下しか使わないんですよ。勝手にセットしてくれる感じのものが好きなんですよ。ベタベタしない感じのもので、速乾性があるのとこう綺麗にピターっとなってくれるのが好きで、僕はこれにしました。はい、眉毛まで綺麗にするとこんな感じです。そしたら今年買ったものの中に、そのノーズシャドウとかで、これベスコスっていうのが特にないので、ノーズシャドウとシェーディングして戻ってきます。はい、そしたらシェーディングして戻ってきましたので、アイシャドウに行きたいと思います。アイシャドウの今年買ってよかったものはこちらです。ズーシーのパレット、大博物館とのコラボのスカラベ2番っていうカラーなんですけど、こんな感じになってて、僕結構赤みとか、これちょっと青みがかったカラーが多いんですけど、そういう青みがかったカラーが結構好きなんですよ。でシマーもマットも入ってるし、発色もいいし、変更も入ってるしで、まあ、今年のトレンドのメイクとかも結構しやすかったんじゃないかなと思います。コスパがいいのと、結構ねしっかり大きい鏡がついてくれてるので、重みはあるけど
なんだろう、この値段でこのクオリティのパッケージだったら結構いいかなっていうのも含めてこちらを選びました。粉質もねすごい良くて、発色もいいし、ブレンディングもしやすいし、今年、去年いつぐらいからかわかんないけど地雷メイクとかも流行ってるじゃないですか。今だと結構芸能人の方とかも YouTube でやってると思うんですけど、そういうのも多分配色的にしやすいんじゃないかなと思うので、はい、アイメイク終わりました。アイシャドウ終わりましたので、そしたらアイラインに移りたいと思います。じゃあまず使う順番で紹介していこうと思います。キャンメイクのクリーミータッチライナーのブラックと、違うブラウンか、ミディアムブラウンだったかなを選びました。これはちょっと上下で使っていくんですけど、まずクリーミータッチライナーっていうのがもう僕の中では多分殿堂入りするレベルで良くて、めっちゃ柔らかい、落ちないっていうのがまず良くて、あともう値段がもうクソ安いじゃないですか。だからもう結構アイラインとかもアイブロウと同じように消耗品だと思うので、このクオリティがこの値段で買えるならやっぱねめちゃくちゃいいと思います。これはで、リキッドはこれもちょっとニックスになっちゃうんですけど、エピックインクライナーっていうアイライナーなんですけど、これはもう先が筆になっててかなり細いラインが引けるのと、ウォータープルーフでかなり落ちにくいっていうのが僕の中では結構良くて、他の、まあ、ディオールのアイライナーとか他のリキッドのアイライナーとかも触ったことはあるけど、やっぱこれが引きやすいなって思ってこれに戻ってきますね。そしたら黒のライナーで上の粘膜埋めていきます。今僕目頭側は今ちょっと開けてるんですけど、粘膜目頭側まで引くと結構僕ここに下に移りがちなのであえて開けてます。そしたらブラックのリキッドで上のラインを引いていきます。はい、こんな感じです。そしたらブラウンのクリーミータッチライナーを使って下まぶたの粘膜3分の1ぐらいを埋めていきます。はい、こんな感じです。そしたらビューラーでまつげ上げていきます。はい、じゃあまつげ上げたのでマスカラ塗っていきます。まあ、マスカラというかマスカラベースなんですけど、キャンメイクのクイックラッシュカラー、僕はブラックを最近ずっと使ってます。これだとなんでこれを選んだかっていうと、まずカールキープ力がまず半端ないのと、ブラックだともうマスカラいらないんでこれ1本で済んじゃうんですよね。マスカラベースだけでこんだけ目力出たらもう良くないって感じですよね。普通のメイクというか、まあ普段のナチュラルメイクとかだったら多分全然このぐらいでもう済んじゃうんで、でも一応マスカラはつけます。マスカラのベスコスはこちらですね。ディオールショーアイコニックオーバーカールっていうディオールのマスカラで、これね多分もうリニューアル前なんですよ。おそらく今年リニューアルしてて、でこれはボリュームとカールが出てくれるタイプなんですけど、もうクイックラッシュカーラーでしっかりとこうカール上げて、でまあ綺麗にセパレートさせてるじゃないですか。でそれを一本一本を太めに、でもこうなんだろうな、ひじきみたいにならないので、それがいいなと思って使ってます。僕はクイックラッシュカーラーがないとあんまりまつげ上がらないタイプなんですけど、もともと曲がりやすい人とかはビューラーした後これだけでも全然落ちないかも。マスカラまで塗るとこんな感じです。そしたらハイライト入れていきたいと思います。そしたらハイライトはこちらですね。セザンヌのパールグローハイライトの1番シャンパンベージュ、
これはもう買ったの結構前なんですけど、これが僕アナスタシアのあのムレジのコラボのハイライターを使ってて、でもうあれ買えないからまあこれかなっていう、しかも安いしっていうのでこれにしました。今も売ってるし買いやすいし、光り方がえぐいよね、ツヤの出方が。そしたらはい、じゃあチークですね。チークのベスコス今年買ってよかったものはこちらです。ラカのジャストチークの4番レディッシュっていうカラーなんですけど、レッドディッシュかな、こういうカラーになってます。何にでも合うカラーなんですけど、ただこれマットなので、まあ、しっかりとハイライト入れたりとか上からハイライト重ねるとしっかりツヤ肌も出せるかなっていう感じです。で鏡もついてるんでそれもいいよね。薄いかな、チーク入れました。もともと僕ここ赤みが出やすいのであんまり強くは入れないんですけど入れてみました。粉質が柔らかくて、まあ、結構発色も強いのでいきなりバッてつけるとポッてなっちゃうんですけど、落としてつければすごい調整がしやすいのと、粉質が柔らかい分例えばアイシャドウに使ったりとかもできるので、そういう万能なところもいいかなと思います。あとパッケージが可愛いのと、まあ、その時代の先を行ってますよね。ジェンダーニュートラルっていうのを選んだ理由の一つです。そしたら最後にリップいきたいと思います。リップは2点ですね、紹介したいと思います。こっちが NYX の精度マットリップライナーの55番のコールドブリューっていうカラーと、こっちがソフトマットリップクリーム23番のベルリンっていうカラーなんですけど、これもねちょっと NYX のものになってしまって買いにくいので申し訳ないんですけど、もうすごいちょうどいいブラウン、ちょうどいいブラウンって結構濃いめなんですけど、落ち着けていきますね。はい、リップこんな感じです。もうかなりね強めの攻めたブラウンなんですけど、今年結構ね濃いめのメイクをする女性が個人的に多かったかなと思っていて、なんかまあそれをなんだろうな、表してると言ったらあれですけど、そのブラックピンクとかも結構強めの女性とか濃いめのメイクをする人っていうのが結構出てきたのかなっていうのもあって、まあこういう、まあ、僕結構こういうメイク、濃いメイク好きなんで、まあ、それも合わせて選んでみました。良くないですかこの色、なんか絶妙に赤みも入ってるんですけど、本当にいい感じのブラウンで、まあこれなんだろう、冬すぎて春夏ってなったら結構これ重めにはなると思うんですけど、ちょうど今ぴったりかなとは思うので、ぜひぜひ寒いうちにこういう濃いめのリップ試してというか楽しんでいただけたらなと思います。なんでこのリップをベスコスに選んでみました。じゃあ顔が完成したので最後にミストかけていきたいと思います。コーセーのメイクキープミスト、マットでもなくツヤでもなくちょうどいい中間、セミマットっていうよりはちょっとツヤ寄りだと思うんですけど、本当に崩れにくくなるし、この結構僕パウダーつけるじゃないですか、そのパウダーもしっかり馴染んでくれて素肌感が出てくれるのも本当にいいところだなと思います。はい、いかがでしょうか。髪の毛セットしていきます。はい、そしたら髪の毛セットして戻っていきました。仕上がりはこんな感じです。いかがでしたでしょうか。今回は、まあ、2020年の僕のベストコスメを、まあ、紹介しながらパパッとメイクをしていったんですけれども、皆さんと同じものがあったか、僕あんまりね今年買ってないというか、まあ、言うて YouTube 始めたのが10月からじゃないですか。10、11、12、3ヶ月しかないんで、その間に買ったコスメっていうのがもうあんまりないんですよね。なので、まあ、やっぱり NYX のものが入ってきたりとかしてるんですけど、まあ、何かね、参考になるものがあればいいなと思います。で、まあ、2020年に上げられる動画が、これが多分最後になると思うんですけど、まあ、久しぶりにというか、本格的にこう YouTube を再開させてもらって感じたのは、なんか自分が前にやってた時よりも、なんかね、いろいろと難しくなってるなとは思いました。ずっと続けていればよかったんですけど、まあそれができなかった環境に
できない環境にいたので、まあ、仕方がないは仕方がないんですけど、まあ今できること、これができることをどんどん頑張って、もっとチャンネルが伸びてくれればなぁと思っております。皆さんにもっと、なんだろう、こう、還元できるというか、見たいもの、トレンドとか、技術っていうのをもっとシェアしていけたらいいなぁと思うので、今後はね、いろいろと、そういう、どうしたら皆さんにそれを伝えられるかっていうのも考えながら、やっていけたらなっていうのを、2021年の抱負というか目標にしたいなと思います。ではですね、2020年トモキメイクアップ&ビューティーのチャンネル動画を見ていただきまして本当にありがとうございました。1月最初の動画は何をあげれるかまだわかんないんですけど、なんかあげますねなんかあげます。で、まだ確定ではないんですけど、カウントダウンをライブしようかなと思ってて、例年だったら結構大晦日とかどっかの神社行ったり初詣的なものをカウントダウンと一緒にやる方もいると思うんですけど、今年はね、まあ状況が状況なので結構お家にいる方も多いのかなと思うので、まあ、もしタイミングとかお時間が合えば一緒にカウントダウンできればなと思っております。なので12月31日ですね、木曜日の、まだ時間とかは確定はしてないんですけど、まあ多分10時とか11時ぐらいから始めるかなと思います。ので、もしタイミング合う方いらっしゃったらぜひぜひライブお待ちしておりますので、まだの方もぜひ見に来てください。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画、2021年にお会いしましょう。バイバイ。